オリンピック終わってからさらにやっぱり今回のアントニーバレーボール男子感動したよとか、まあ、すごく嬉しかったかなと思いますね。俺は USJ に行きたいすぐ行けるやん、冷静すぐ行けるやんチャレンジしたいかとか、俺はもっとギター上手くなりたい。今ストロークっていうピックを使って弾いてたりするんやけど、じゃんじゃんじゃんって、それじゃなくて、アルペジオっていう弾き方で弦一本一本で弾くね。パン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 っていう。わかる？え、指だけで。そう、指だけで弦を一本一本こう弾くね。こう、パンパン、弾いて。で、こっち動かしてって、うん。今こっちピックでこう弾いてんやけど、じゃなくて、アルペジオで一本の弦を弾いていくっていう弾き方があって、結構難しいんやけど、それを俺は習得したいなって思う。そっちの方がかっこいいね、めちゃめちゃ。うまいやな。一気にレベルアップするやん。うん、そうやで。そっち弾けたら結構いろんな、また曲の幅も広がるから、いろんな曲弾けるようになるし。うん、すごいな。俺もギターやろうかな。あんたピアノいや、ピアノもな、でもやりたいって思うけどな。あ、実は習ってましたっていうな、ピアノ。うん。なんでピアノやるってなったら。あ、確かに。だってずっ結構長くやってたよな。何年ぐらいだっけ？結構やった。3、4歳ぐらいから、中学上がるぐらいまでやってたから。の、めっちゃやってたよな。やった。やってたって言っても、そんななんか、なんかすぐ弾けるような感じじゃないから全然そんなめっちゃ弾きますみたいな感じじゃないけど、趣味程度にな、趣味程度になりたい、うん、そう、そんななんか技術はガチじゃなくてなガチじゃなくてなうん、自分の趣味ってないよな。ネットフリックス見るとかさ、 YouTube 見る、そうやな、そういう映画見るとかは好きやけどな。俺はギターを趣味にしたいな、やっぱり。そうやな。それで考えたら俺もやっぱピアノかな。うん、なんかやっぱ気分転換は必要やな。あと歌も上手くなりたいかな歌ね。いつも何してるっけ？してる。でも大体家族みんなでいるよな。年越しは絶対に家族でいるよな。そこは間違いないかな。家族みんなでいる。俺らあれや、親戚とかも12月とか1月が誕生日が多いからさ、結構誕生日会とか増えてくるやん。一気にやったりしたりするけど、だから意外と12月年越しは家族で過ごして、年明けか、うん、おじいちゃんばあちゃん家行ったりとか、親戚で集まったりとか。そうやな。だいたい大学の間はあのクリスマスイブとか、そのクリスマス前ぐらいに帰ってきてたから、うん、うん、今年は残念ながらクリスマスプレゼント来へんかったけどあれおかしいな。いや多分な、サンタさんサボった。20歳ぐらいまでそのサンタさん来る家は珍しい。まあまあそうやな。いつもでも初詣どこ行ってた？初詣は平安神宮とかかな。なんかどこかしら行ってるよな。平安神宮は行ってる。絶対どっかは行ってるな。でもここってとこは別にないかな。平安神宮結構行ってない毎年。行ってる。山本免蔵さんに行くやん。うどん、京都の。あ、免蔵さんな。東山の OB の方がやってるな。うどん屋さんにいつも年越して行って。で、それのその平安神宮近いからな。だから平安神宮ですもんな、はい、初詣しに行ってみたいな流れはあるよな。ええー、そうやな。おみくじ引いてな。去年が久しぶりに家族でゆっくりできないだけ確かな。久しぶりに揃ったよな全員が。でも絶対さ、おばあちゃんが作ってるさ、玄米餅か。玄米餅。あ、玄米餅。うん。お雑煮。白味噌か。白味噌のお雑煮。うんうん、多分これさ、国とか、どうなの？でも視聴者さんにさ、うん、海外の将棋やんか。そういうの気になる。ああ、確かに。ああ、俺らさ、地方によっても違うやん。そば、年越しそばとか言って食べるもんな。お雑煮とか。食べるし、かつ焼きやったらお雑煮、おせち。うん、でも、まあ、それもさ、県によってなんか違うやんか。俺は黒豆めっちゃ好きやん。おせちの。ひたすら黒豆食ってるから。黒豆？俺、あれやな。あ、煮干しみたいなやつやんな。ごまめ。ごまめ。ごまめです。うん。え、逆にじゃあさ、そっち、どんな料理かっていうのもな、知れたらな。やっぱりクリスマスの方が、イベント的には大きい盛り上がりがすごいかな。どんなところが違う？めちゃめちゃ家族と過ごすっていうことを大切にしてるっていうか、全然次の日練習があるけど、うん、その日の夜は家族に会いに帰って、朝帰ってきたりとか、本当にそれぐらいするぐらい。チーム同士でもプレゼント交換し合ったりとか。だから俺、今回知らんかったから、もらっただけやけど。え、何もらったん？まだまだ、これから多分、ワンピース好きって言ってたから、ワンピース系の何かもらえるのかもしれん。わからへん。あ、これからもらえるの？そんなんあんねん。すごい、こっちはクリスマス、結構、イベント的には大きいんかなって思うな。もうこれはもう、俺は貯金でもらうわって感じ。うん、もう、真逆やな。ルイはしっかり貯金して、俺はもう、バンバン使う。もう、
止めなもうずっと使う。そうそうそう、これからだからいつもな、おかんに今回はこれだけにしときとか言ってあとはちゃんと預けといて、もうこれだけしか使えへんようにするみたいな、強制的な。どんだけ使うか分からへんから、欲しいもん全部買っちゃうから。俺はもうなんかこれだけみたいな決めて、あとはもう貯金するみたいな。V は全然使ってるイメージなかったな。そうやな、なんかそんなすぐ使うみたいな、うん、ないかな。すごいよな、はい、俺これ欲しいと思ったら一瞬で買ってしまおう。俺は財布が硬いけど、ランは緩いかな。な、今でもそうじゃん。うん、変わらん。でも俺もちゃんと今はご褒美として、今回はこれ頑張ったから、まあ今回だけはいいやろ、みたいな。まあ、いや、今回だけはいいやろ、いいやろってなってんじゃん。いや、なってないってない。ちゃんと我慢してる。俺はノースフェイスのダウンかな。めちゃめちゃゴツいやつ。着てたやつ。うん、あれめちゃめちゃいい。あれスーツケース入れるの超大変やったから。あれでもさ、ちょっと最初このスーツケースから出すの渋っててんな。次一人で帰るとき詰められるかなと思って。何やねそれ。持っていく言うたからさ、もうぐわー押さえて入れたの。あれ次一人で入れるの大変やマジで。あれはやばいよ。一番いい買い物した今回は。だって俺あのダウン持ってるだけで別に中何も着んでもいいぐらいよ。中半袖でもいける。うん。確かにあんな大きいのは見たことない。いや山登るのかっていうぐらい。ほんまに。でそれを持っていくって言った瞬間、何言うてんねんって思ったか。だ持っていかな、だって持っていかなあんた着るやん。着るやろ。だから持っていくしかない。こっちも寒いし。寒いの？寒い寒い。変わらん？いやーでもどうやろ、やっぱうんそっちも寒いな。うん、日本も寒いけどこっちも結構寒いかな。うん、でもなんか寒さを別にそこまで感知ってのもあるな、こっち。雪は？なんか雪はね、ほんまにたまにしか降らないやつだ。あの雪より霜、あの霧みたいな、あの全然もう前が見えへんねん、寒すぎて、あの霧みたいなんで。それがすごい。ね、フォグっつやけど、この現地の人は。これフォグフォグ。京都もこの間、これぐらい、5センチ。積もった。最高やな。雪ええやん。俺いつまでたっても雪は嬉しいよ。嬉しいか？雪嬉しいよ。でもな、京都の雪はやっぱりちょっと積もったら綺麗やな。京都の味が出るよな、うん、山とか。でもそれで金閣寺行った時とかめっちゃ綺麗やったから。ああそうなんや。めったに積もらへんしな京都。確かに京都積もらんな。いやまだ服は買ってないです。でも買いたいなと思って、やっぱこっちの人ニット帽とかかぶったりするから、ニット帽とかもちょっとかぶりたいなと思ったり。パドバのセンターに行ったらめっちゃショッピングするとこはもうセンター街、なんていうの、京都でいう河原町とかそんな感じ。うん、京都駅とかパドバの中心が、だからいろんな店がいっぱいあるって感じ。あの金銭感覚はバグってない？なんかさ円と、ユーロちょっとだけ高いんよね。1ユーロが130何円とかやから近か、意外と高い。計算してんの大体計算してる。8ユーロぐらいで1000円ぐらいかみたいな。あーそんなもんか。そう7ユーロぐらい1000円ぐらいやなみたいな感じかな。危ない、もうランにお金も出せない一番怖い。一応成長してますから。一応もうよかったよかった。リアルタイムであれやけど、YouTube やったらな、うん、あ、もうお風呂沸くわ。お風呂沸くわ。すごい、お風呂沸いた。こっちもお風呂の時間やからさ。そっか、そっち今何時？そっちは朝やけど、こっちは7時半。7時ぐらい、7時半か。こっちまだ昼前ぐらい。こっちまだ11時半。11時半。11時半。今日オフ。今日オフ。昨日試合やったからな。じゃあ、あれ見てたで。一瞬やったけど、2点ぐらい。うん、レシーブ要員で、そう、レシーブ要員に入った。うん、でももう相手もそうやし、豪華メンバーやから、うん。すごいよ、マジで。すごい、ほんまにすごい。すごいな。でも会場のさ、人とかもさ、もっとパンパンなんかなって思ったら。うん、ああ、そうやな、結構制限されてるっぽいな。あ、制限されてるんや。ほんまパンパンになるって言ったら、やっぱホームとかなったら、結構いっぱいになったりするけど、やっぱり今は。制限もあるし、やっぱみんなマスクつけなあかん。もうマスクつけるの多分みんな嫌やから。嫌やかごめん。多分そうやと思う。もう嫌やね、マスクつけるのがみんな。もう外行ったらすぐ外すし。そうでもどっか中入ったらつけなあかんみたいなのがあるから。うん、そうなんや。YouTube もそうやけど、なんか見てくれてる人のなんか国とかも見れたりするやんか。どこの国の人が見てくれてるとか。ああ。そういうのもなんか結構いろんな国の。方が見てくれてるからなあ、すごいよな。コメント読んでてもさ、英語とか全然読めへんけど、なんか勉強になる、自然に。うん、頑張って読まなかん。コメント、あ、あの、あれ言っといて、いいね、いいねちゃうわ、ハートボタンさ、押せるやんか。
なんかあれなんかその押してメンションしてもらった人の中に、うん、なんかルイ君なんかどっちやろみたいな、あ、まあ、なんかスタッフの人が押してるんかなみたいなのあってさ、 あれはもう俺かルイやな、そうどっちかが押してますみたいな、うん、どっちが押してるかを信じるのはあなた次第ですよ。そう、もうなんかルイが押してますみたいな、うん、ちょあのさ、YouTube のさ始め方的なんさ考えなあかんや、どういう感じで始めるか、普通にランです、はい、ルイですって言ったのか、それだけとかやったらどうもランですだけなんか、うん、なんかさ別にファンの方に案出しまってもいいやん、皆さんこんにちはランですみたいな、なんかあったらさ、うん、面白いな、うん、始まり方的に。そうやな、それもなんか募集したいな、あった方がいいのか、うん、どんどん YouTube を進化させて。それで、いるように。では皆さん、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。またねー。